サイバー空間における脅威や経済安全保障をめぐる情勢はますます深刻な問題となっており県警察が取り組むべき課題は山積しております福岡県警は今年の最重点目標として暴力団の壊滅、飲酒運転の撲滅性犯罪の根絶を掲げています。重点目標としては去年 認知件数と被害額ともに前の年を大幅に上回った偽電話詐欺の対策強化と児童虐待への対策、薬物の取り締まりを挙げています。岡部正勝本部長は、少年を含む若年層に広がる大麻の乱用を食い止めたいと話しています。